BB バーレルは日本の競争場、繁殖品場。主なカチクラは2016年のフェアリンステークス。母のファインディンプルは不出走で2009年のアーリントンカップを制したダブルウェッジを生産。その後はなかなか不運が重なり、思うように参考を残せない日々が続いた。しかし、 エブエ牧場の知り合いであるダーレイグループのスタリオンマネージャーに勧められるままにパイロを配合し受体が確認された。しかしファインディンプルの体調が良くなく無事に出産させるまでは苦労が絶えなかったという。生まれ落ちた時はボバかと思ったくらいに骨のしっかりした馬との評価で馬格もあってバランスも良かったことから東西市場に上場し、 バンド牧場が所有することとなった。2015年6月28日、東京競馬場の新馬戦でデビューし2着。3戦目で初勝利を挙げる。初重賞出走のアルテミスステークスは13着。続く500万下特別の赤松賞も黒コスミアの3着に終わるが2016年を迎えて、初戦のフェアリーステークスは逃げ切って、重賞初勝利。 安城の石橋治に逃げを容認した、管理する中立英治も管理場の重賞初勝利となった。クイーンカップ、大賞ともに9着に終わり、ダート戦に矛先を転じて、オールマステークス2着、ブリーダーズゴールドカップ3着と巻き返すが、以降は6着以下の成績が続き、2017年3月1日付で、JRA の登録を抹消して、紋別競馬場に移籍する。 北海道競馬時代は5戦して2着2回、重傷のノースクイーンカップで3着としたものの、勝ち星はなく、11月13日付で登録を抹消した。以下の内容は、ヤビスサーチ、netkeiba.com、地方競馬全国協会に基づく。引退後は、バンド牧場で繁殖品馬となった。ありがとうございます。